皆さんこんにちは、順天堂練馬病院の小松です。皆さん病歴聴取大事にしてますか？病歴聴取が診断にすごく重要だということをご存知だと思いますけども、では一体その実際の患者さんからどうやって具体的に病歴を取っていくか、非常に難しいところだと思います。この番組では僕が様々な背景訴えを持つ患者さんに扮します。そして研修医の3人が代わる代わる問診をして診断に近づいてきます。その問診が的確だったか、あるいは何が足りなかったのか、一緒に考えながら皆さんも一緒に勉強していきましょう。ではどうぞ。こんにちは。こんにちは。石野杉と申します。よろしくお願いします。本日はどういったことで？いや、頭がね、痛かったんですよ。まあ、今もちょっと痛いんですけど。はい、今も痛いんですかね。はい。はい、わかりました。いつ頃からですか？5日前ですね。5日前。はい。何されてる時とか覚えてらっしゃいますか？いや、もうジョギングしてて。はい。でいつもやるんですけどね。で公園まで行って戻ってくる途中で、はい、まあ、痛くなっちゃって、で、まあ、なんとかね帰ったんですよ。で帰って、うんうん、でご飯用意してたんです、夕飯の、はい、でまあ、それでもやっぱ気持ち悪くてっていう感じですね。わかりました。じゃ あ、 まあ結構あれですね、具体的なタイミングまで覚えてらっしゃるぐらい衝撃的な痛みだったんですね。そうですね、まあ、痛かったですもん。だってわかりました、ね、突然ですか？突然ですね、はい。どういった痛みでした？いや、もうとりあえずすごい痛かったっていう感じですけど。どこの場所が痛いとかって指ささしたりとかしてもらってもいい？いや、その時はもうこの頭全体的にって感じ、ドーンって痛かったです。後ろ側の方ですかね、どっちかというと。まあ、前よりか、まあ、そうですね、どっちかというと後ろですかね。まあ、痛みでいうと、まあ、人生一番痛みを10とすると、今回どれぐらいでしたかね？8とか8、あ、じゃあかなり痛いですね。そうですね。 なんとか歩いて帰ったって感じ。そうなんですよ、なんとかまあ歩いて帰ったんですよ。分かりました。その時フラフラしたりとかなかったですか？いや、まあフラフラしてたんじゃないですか、やっぱ。まあなんとか帰ったんで、分かりました。ご家族から見てもなんかおかしいよとか言われたりしなかったですね？いや、主人は、まあ、家で帰って気持ち悪いとかね言った時に大丈夫かって声かけてくれました。その時はいなかったですから、はい、はい、分かりました。気持ち悪いだけで吐いてないですか？吐きました、吐きました。あ、吐いたんですね。はい。その時だけですか？1日その時だけですね、吐いたのは。次の日もまあ気持ち悪かったですけど、まあ、吐いてはないですか、ね、お食事食べたらやっぱちょっと気持ち悪い。あ、食べてないです。食べる前に、その日は、はい、じゃあ食べれなかったんですね。分かりました。まあ、今日、まあ、5日前っていう話ですけど、はい、症状に関してはどうですか？良くなってる？まあ、良くはなってますね。まあ、今ここが首の後ろが痛いぐらい。今はじゃあ頭というか首なんですかね？そうですね、首でいうと右左どっちとか？左ですね。左、ええ、動かすと痛いんですか？あ、まあ、動かすとちょっとやっぱ痛いですね。はい。肩こりとかもともとありますか？肩こりはね、先生結構あるんですよ、私。あ、もともと。マッサージとか痛い？マッサージまではね、いかないんですけど、まあ、普段から痛いなっていうのは。そうなんです。その時の痛みと比べてどうですか？今ですか？はい、あ、今はまあその時の痛みといえばその時の痛み、いつもだいたい左なんですけどね。じゃあもともと痛い方ってことですね。はい、分かりました。あとはじゃあいろいろ関連あるかもしれない話を伺っていくんですけども、はい、今までのご病気何がありますか？血圧が高いぐらいですかね。いつ頃から？これはね、5年前ぐらいに健康診断で言われて。あ、健康診断で、まあ、飲め飲めって言われてですね、薬飲み始めたんですけど。お薬1種類ですか？そうですね。今年は受けましたか？受けました。どうでしたか？いや、もうちょうど4、5ヶ月前ですけど、まあ、全然問題なかったですよ。はい、4、5ヶ月前、はい、じゃあ春先ですかね。そうですね。分かりました。その時何されたか覚えてますか？採血とか。採血もしましたし、なんか人間ドックみたいな感じだったんで、はい、はい、具体的に超音波とかも全部。あ、超音波とかもやったんですね。はい、